聖剣伝説3トライアルズオブマン。行く。いらっしゃいにゃ。とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。また来てくれよにゃ。いらっしゃいませ。武器が強くても防具が弱くても戦えませんからね。またお越しください。
風神と。また動かさなきゃ。前にも解いた謎だし楽勝よ。私勉強は苦手だけど、こういう謎解きは嫌いじゃないわ。もう邪魔ね。こっちは急いでも。やめなさい。あいつが神獣に違いないわ。
今はあいつの攻撃をしのぐしかないってことね。Ah!
あと一体。闇の真珠だけね。でも、闇のマナストーン、どこにあったのかわかんないよ。そう、困ったわね。こうしている間にも、闇の真珠はどんどん力を増大させているんでしょうね。そろそろみんな、この装備じゃやばいかもね。そうだ！猫族のジョセフィーヌが言ってた。古の都ペダンにでも行ってみようよ。何か手がかりが掴めるかもしれない。お金貯まった。オイラお金使うの慣れてない。ペダンって火山島ブッカの西にあるのよね。古の都で装備と情報手に入れる。何もないけど、本当にこの辺にペダンがあるの？そのはずなんだけど、どこかで休憩してから調べてみましょう。
いらっしゃい。またのお越しを。ここなら闇の神獣に関する手がかりが得られるかもしれないわ。いらっしゃい。何になさいますかな。こちらでよろしいですかね。いい仕事してるでち。また来てくだされ。さあ、リチャード王子、準備はいいか。では竜帝の住処、ドラゴンズホールに向かおう。うん。いらっしゃいませ。さあどんどん見てってね。大事にするわね。気に入った。買っておいて損はないですよ。また来てください。
女神様の予言を記した石板じゃ。世の終わりに起こる出来事が記されておる。何？世の終わる時、マナは失われ、大いなる命の木は悪しき竜によって枯れ果てる。マナの剣、魔に落ち、絶望の先に広がる竜の王国。三人の勇者は、そう、ここまでで、その先は石板が欠けてて読めんのじゃ。きっと世界はいつの日にか現れる悪しき竜に滅ぼされて終わりということじゃろ。まあそれもきっと未来の話。ポルセナのリチャード王子と黄金の騎士の名コンビが竜帝退治に向かうそうじゃ。彼らなら竜帝ももう終わったも同然じゃ。勇者の数も石板と違って二人だから、石板の予言の悪しき竜というのは竜帝のことではなかろう。そういや、王子と黄金の騎士は今この都に装備を整えに来ているようじゃ。サインでももらっておこうかの。私はマナストーンを調べている学者だ。大昔にはマナストーンは8つあったらしいが、今は7つしかない。失われたマナストーン、それは闇のマナストーンだ。多くの古文書を調べた結果、闇のマナストーンはドラゴンズホールの島、ガラスの砂漠のどこかにあったと私は考えている。次の目的地が決まったね。ええ、今すぐガラスの砂漠に向かいましょう。
闇の神獣の居場所が分かってよかったのね。次が最後の神獣でち、早くガラスの砂漠に行くのでち。ここがペランの学者さんが言ってたガラスの砂漠ね。闇のマナストーン、早く探す。オイラ、やる。オイラの出番、やってる。お姉ちゃん、これで大丈夫だ。早く早く敵よ、やめて。